東京の日の出時刻が一番遅いのはいつでしょうかまあ、東京の日の出時刻が一番遅いのは1月の2日から13日。まあ、正月入ってすぐですね、えー、6時51分というのが一番遅い日の出です。また、その6月、1月の13日以降、毎日約1分ほど、 日の出時刻が早くなって、6月の6日から21日。まあ21日というのは下死の日ですが、4時25分。これが日本で一番日の出時刻の早い時間です。そしてこの6月の21日の下死以降、毎日1分ずつ太陽が出るのがだいたい遅くて、 また翌年の1月2日から13日6時51分とこの年間で2時間26分ほどの差がありまして地球はこれを毎年繰り返しておりますまあ12月22日というのは冬至の日でしたですねこの冬至の日というのは1年のうちで昼間が一番短い日 下死の日というのは一年のうちで昼間が一番長い日なんです。まあ、しかし昼間が一番長い日に日の出が最も早く日の入りが最も遅くなるわけではないんですよ。同様に昼間が一番短い日に日の出が最も遅く日の入りが最も早くなるわけでもないんです。まあ、日本では日の出が最も早い日は 下旬より1週間ほど早いんですよねまあ、下旬が21日ですがだいたい6月の6日ぐらいからそれから日の入りが最も遅い日は下旬より1週間ほど後になるんですまあ、当時に関しても日の出が最も遅い日というのは当時の日ではなくて当時の後なんですねまあ、1月の2日、えー、当時が22日ですからまあ、10日ほど後に 日の出の時刻が一番遅くなると。で、まあ、この現象は日本中どこででもほぼ同様ですねでこのどうしてこういう現象が起きるかというとまあ後天面に対して地軸が傾いている23.4と傾いているわけですねそれから後天軌道がまん延形ではないことなどが理由ですね。でですので まあ我々はここでですね、これから迎える正月の頭、このあたりが日の出時刻が一番遅いと。いやあね、やはり日の出の時間が遅いっていうと、なんとなく憂鬱ですよね。どん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 早くなってくるとなんか明るい兆しがあるじゃないですか。ですから1月の大体中旬、13日までが一番 遅い日の出時刻でこの1月の13日以降6月の6日21日にめがけて毎日どん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 日の出時刻が早くなるんですよなんとこの6か月間の間で,ですね2時間26分も下がるわけですから朝の時間を有効に使いたい人はこの日の出時刻が早くなる。 1>, 1月から6月をいかにうまく使うかということが大事になるんではなかろうかと思います。